こんにちは、ミスター・グリーン法則始まります。今日はフォートナイトでレベル100になったので、リク・サンチェスをゲットすることができます。なので、ゲットしてプレイしていきたいと思います。で、報酬を獲得。はい、リク・サンチェス、ゲットです。リクの中でも最高にリックなリック、リック C137 セットの一部ということで、装備していきます。ちなみにね、リック・サンチェスの妹といえばね、これですよね。ビッグダンス。ってやつですね。はい、このね、ロード画面もリック・サンチェスのロード画面になってます。ちなみにね、リック・サンチェスって海外のアニメで、なんて言うんだ、コメディって言えばいいんですかね。天才科学者で酔っ払いのじいさんがね、次元を超えていくみたいな、そういうなんかそのアニメみたいです。見たことないんですけど、面白いみたいですよ。子供にはちょっと刺激的みたいな、まあ世代を超えて楽しめるアニメみたいです。だからこうやってね、アニメコラボ来るのいいっすよね。なんかそれこそ日本アニメ強いので来てほしいですよね。まあ、ナルト来るみたいですけど、予想だと。はい、入れます。リックの UFO クルーザーですね、グライダーは。はい、おお、 UFO や。ちょうど今シーズンに合ってるね、そんなアニメキャラクターですよね。すごいなんかアニメ調のタッチがいいっすよね。ほんとフォートナイトね、こういうできるんですね。アニメ調というかね、いや、どんどんコラボしていきそうですよね、このまま。このね、ツルハシもリック・サンチェスのツルハシですね。背中もバックアクセサリーも、このチーズのロボットもサンチェスのバックアクセサリーです。音が割と静かだな、このツルハシ。スプレーを使いますか。はい、リック・サンチェスのスプレーです。すごい、なんか体どうなってんの。ちなみにね、妹はこういうのもあります。はい、青田空っぽの音だな、これは。よっしゃ、いきませんな。これね、ラップも今、サンチェスのラップになってます。いいっすね。普通にいいよね、これ。このラップ、緑で。かっこいい。キャラクシー、どっか行こう。高いな、125。まあ、いっか。2個ぐらい買っとこう。まさか。オッケー。勝った時は やばい、煽りになっちゃうかもしれない。今日は妹をたくさん使っていかないと。あいつあれか、 NPC か。
けいい、超ギリ、ちょぎり、ちょぎりです。ちょぎりなので次はやばいです。やっぱ体力が死ぬわ、これ体力やべえわ、これはやばいです、体力。ああ、あったあった、うわ、やられた、オートラクションだ。うわー、これは悔しい。狙ってたやつがいた。はい、そんなことで、リック・サンチェスね、かなり個性的なキャラクターではあるんですけど、フォートナイト世界にね、意外とまあ馴染んではいないんですけど、面白いかなって思って、なんかグラフィックがねすごいキャラクターが多いので、こうやってアニメ調のキャラクターがね、いるだけでなんか面白いなって思っちゃいますね。はい、まだねゲットしてない方は頑張ってレベル100になってゲットしてみてください。明日ね、スーパーマンね来るみたいなので、ほんとね今後フォートナイトどんどん楽しみになってきますね。以上、今度よろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。